皆さんこんにちは、 JPBA の後藤田香菜です。今日はご報告がありまして、この動画を撮影しております。少し報告するのが遅くなってしまったのですが、今年の7月に7年間お世話になったバグースを退職いたしました。プロになってまだ間もなく、知識も技術もかなり未熟だったんですけれども、バグースのインストラクターの西尾プロのレッスンを受けていて、長年サービス業に多分従事していたことを買っていただいて、インストラクターにならないっていう声をかけていただいたのがきっかけです。初めは教え方も全然わからなくて、抽象的なことしか教えられなかったので、教わってる人自身もこの人の言ってること大丈夫なのかなって不安を持っていたと思います。私自身も本当にこれで伝わってるのかな、合ってるのかなって不安を抱えながらのレッスンだったので、最初は本当にもう緊張の連続でした。教えている自分ができないっていうのもかなり説得力に欠けてしまうので、レッスンで聞かれたことや必要な基本を猛練習したことによって、自分の技術の向上にもつながったとは思ってます。マグースはビリヤード場という位置づけよりもアミューズメントの要素が強いので、ビリヤードが目的ではないお客様がだいたい7割8割ぐらいでした。インストラクターは有料レッスンが入ってない時間帯っていうのは、一般のお客さんに声をかけてビリヤードを楽しんでもらおうという職務があるので、初めてビリヤードに触れる人や、そんなにビリヤードに興味がない人、ダーツで待ってますとかゴルフ開くの待ってます、その間の時間だけやりますっていう人、あとはすっごい酔っ払ってる人ですね。ビリヤード目的じゃなくて、バグースっていう遊び場に遊びに来てますよっていう方が、いろんなビリヤードの楽しみ方をしていて、私もビリヤードに対する価値観っていうのが結構変わりました。私のレッスンは Q を持ったことのない人がだいたい4割ぐらい、B 級 C 級が半分ぐらいで、全くビリヤードをやったことがない人がどうしてレッスンを受けに来ようとしたんだろうっていう、そういうこうきっかけを聞く機会もすごく多くって、人によって上手くなりたいっていう気持ちが、試合に出れるように上手くなりたいって思ってるのか、仲間内でちょっとだけ上手くなりたいって思ってる人とか、その上手くなりたいっていうレベルが人によって全然違うので、やっぱり最初は上手くさせなきゃって私自身もすごく思ってたんですけど、必ずしも技術的に上手くさせることが正解ではないなっていうのを学ぶことができて、そういう意味でそのビリヤードに対する価値観、まあ自分はもう試合で勝ちたいとか上手くなりたいっていう、そういう価値観でずっとビリヤードをやっていたんですけれども、それを押し付けることが正解ではないなっていうのを学びましたね。それはもうすごく貴重な体験だったと思います。そしてバグースのね、常連さんって本当に気がいい人たちばっかりで、バグースは、まあ、都内にね何店舗もあるので、私が担当していない常連さんとかもイベントでね、みんなが一箇所に集まったりすると気楽に声をかけてくださったりとか、もうわざわざ遠くから私の担当店舗まで遊びに来てくれたりとか、もう本当にね、皆さんのおかげですごい毎回楽しく働くことができました。他のインストラクターや従業員の方にも
私がレッスンしてる横でこうもうすっごい酔っ払った人がわーって遊んでたりとかするんですけれども、そういうのでちょっと場代を変えて、個人レッスンがしやすいようにしてもらったりとか、いろいろ協力してもらったりして、本当に快適に過ごすことができました。ありがとうございます。そして、これ本題なんですけれども、なんでそんなに環境抜群のバグスをやめてしまったのかと言いますと、私12月から産休に入ることになりました。7月に辞めたのに12月に産休ってどういうことっていう感じなんですけど、今年の5月にちょっと体の調子が悪くて、それももうつわりを含めまして絶不調の時期があって、体調の回復までお休みをいただいてたんですね。それが1週間後になるのか2週間後になるのかちょっとわからなくって、毎回こう来週は出ます、再来週は出ますっていう復職詐欺を繰り返していて、でもそんな状況でも一応バグースさんにはお伝えしていたので、体調が良くなるまでね、ゆっくり休んでとか、お腹がもねこれから先大きくなっても私自身に支障がなければいつでも働いてくれててもいいし、産後いつ復帰しても大丈夫だよと、本当に本当に神対応をしてくださっていたんですよね。私も毎週レッスンを受けに来てくれてる教え子さんもいるし、早く体調良くならないかなとか、いやーこれ来週行けんのかな、もう早く行きたいんだけど、でも最高に具合悪っていう。でお休みするのもすごく申し訳なくなってきて、余計に気分が沈むわーっていう状態が続いていたんですね。それに加えて私はもう41歳で高齢妊娠なので、例えばこれをみんなに説明して、ちょっと今こういう理由で体調悪いんだっていう説明をして、万が一この妊娠が継続できなかった時に、伝えた人みんなにめちゃくちゃ暗い気持ちを抱えさせるのもそれもどうなのかなっていうので、全然人に周りの人にはもうほとんど言ってなかったんですね。そういう状態が6月の下旬ぐらいまで続いて、ちょいちょい体調も戻ってきたんですけども、また7月に復帰してあと何ヶ月働けるのかなって思ったんですよね。今まで散々お休みしてきて、またやりました、はいまたお休みしますっていうのって、なんかそれどうなのかなとか、あと出産した後もどのぐらいで復帰できるのかも、もちろんまだわからないですし、あと子供をいて夜の時間に働くのってどうやってやるのかなとか、いろいろ考えた結果、とりあえず一度出産に向けて環境を整えようということで退職に至りました。そんな理由だったんですね。後藤田さん突然辞めたけどどうしたのっていういろんな憶測が飛び交っていたのも風の噂で聞いたんですけれども、真相はそんな感じです。そして今はもう11月も下旬で、あと10日後には無事に生まれる予定です。本当はね、いつまでビリヤードできるのかなって思っていたのですが、結局11月の初めにあったセスパレディスっていうハウストーナメントにもしっかり参戦していて、ビリヤードは年齢もそうなんですけれども、体型変わっても全然変わらずできるなっていう実感をしました。本当にいいスポーツだなって改めて思いましたね。今後は様子を見ながらプロ活動を再開という感じになるんですけれども、今もうほとんど家にいる状況なので動画を撮っていきたいなと思ってます。インストラクター時代に経験した初心者が楽しめるレッスン方法や、あとは一般の人にねどうやって声をかけたら興味を持ってもらえるのかとか、あとは上手くなる人の特徴、上手くならない人の特徴を、効率の良い練習方法とかをね
口頭で話せることをゆるゆると話していきたいなと思ってます。最後にバグースでお世話になった皆様、本当にありがとうございました。インストラクターの方も従業員の方ももちろん、あのお客様ももう全員もう本当に毎回楽しく勤務をさせていただいてて、本当に本当にすごく楽しかったです。またね、そうね、落ち着いたらまたやりたいなとは思ってはいるんですけれども、もうとってもすごい楽しいお仕事だったので思ってるんですけれども、まあとりあえず1回お休みです。本当に楽しく過ごせました。ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。今回ね、報告が遅くなったということで、まあ、私がバグース辞めたっていうのはバグースの人は知ってるわけですよ。身近な人にはもちろん伝えてたんですけれども、他の店舗の人たちとかね、突然バグースのホームページから私の名前が消えているわけなので、はあ、どうしたのかしらって思いますよね。そしたら私が教えてる店舗の人がね、バグースの試合に行ったんだって。バグースの試合に行ったら、ねえねえ、後藤田さんってさ、プロと揉めてやめたんだってって聞かれたんだって。やっぱりそういう噂になるのね、怖いわって思ったんだけど、その聞かれた人がなんて答えたかっていうと、あ、そうらしいよって答えたって言うんですよ。意味わからなくないですか。そう、へ、なんで、へ、なんでそんな答え方するのでね、私そんなこと一言も言ってないじゃんって思ったんですけど、その人曰く、とりあえず面倒くさいから合図中って、そうらしいよって言っといたって言うんですけれども、もうバカじゃないの、本当にびっくりするでしょ。もうね、そうやってね、なんかもうよからぬね噂がね広まっていくの、本当に。というわけで、まあ、それを聞いた人にちょっと伝えたいというか、もう全体的に伝えたいんですけど、そんなことは一切ないからね。